歌詞をちょっと説明、知ってる方も多いかと思いますけど、説明すると、私はこう、まあ、盆から先には全然家に帰れないと、まあ、お盆にしか家に帰れませんよってなことを歌ってて、で、まあ、私のお父さんがね、私自身とかその人のお父さんとか、いろいろ説があるんですけど、まあ、おどんがっていうんですね、おどんがうっちんだっちゅうてって、死んだからといって誰が泣いてくれるだろうかと、裏の松山でセミが鳴くだけだと、で、いやセミじゃないと、妹だと、妹泣くなよ気にかかるっていうような歌詞なんですね。で、私がもし死んだらその道端に埋めてくれと、そうすると通る人がお花をくれるだろうというような歌詞なんでございます。悲しいひどいですね。Thank you.